全日本ボートレース選手権観戦初心者の小話2012。どうもこんにちは、オートポリス直前スペシャルの今日は3日目ですね。で今回で、ね、この連続してアップしているのは最後になります。今日こそはオートポリス2&4レースについてね、少し喋っていきたいと思います。まあ、3日間だけですけどね、毎日アップっていうのもどういうもんかなと思ってやってみましたけど、まあ、定期的にね、あの動画をアップしてる人はね、すごいなと思って見てるんですよ。 YouTube だったりニコニコだったり、あと、まあ、ポッドキャストねやってる方もいるみたいですけども、まあ、定期的に配信っていうのがね、ほんとすごいなと思うんですよね。まあ、僕にはね、到底できそうもないという感じですけど、オートポリス直前スペシャルなんてね言いながら、オートポリスの話全然してませんでしたからね。今日はそのオートポリススーパー2&4レース、これについてね少し見ていきたいかなと思います。そして今日もバックには先日のねオートポリス行ってきた時の映像をね流したいと思います。で今日流す映像はまたねスロー映像でもいいかなと思ったんですけども、久しぶりに車載動画を撮ってきたんでね、それを流しておきます。今回はねカメラを3つも4つもつけてね、いろんな角度から撮ってこようかなと思ったんですけども、ちょっとね準備不足 で体験走行始まる前にどうにかねカメラ2つセットしといたんですけども、1つが吸盤タイプのマウントでやってたんですけども、それがもう発信する直前に撮れてしまって、まあね仕方ないんで、もうメインのカメラ1つだけでね撮ってきましたけど、ということで今回もよろしくお願いします。それでは週末のオートポリス戦について、その他ね、まあ、ざっと喋っていきたいかなと思いますけども、5月26日27日に九州は大分県のオートポリスで 2&4 レースがあります。二輪と四輪が一緒になったねイベントですね。二輪の方は全日本ロードレースの ST600 クラス、四輪の方はフォーミュラ日本、これが一緒にあるというね、そういうイベントです。このね 2&4 レースというのは僕ねすごくいいかなと思うんですよね。レースがねなんか冬の時代みたいなことを言われて、モータースポーツはね下火になってるとかいうことですけども、レースに興味ない人っていうのに、ね、レース行こうよって言ってもなかなかね難しいものがあるかなと思うんですけども、で二輪のモータースポーツに興味がある人を四輪に連れてきたり、四輪が好きな人に二輪の方に来てもらうっていうのは、その何もねレースに興味がない人を連れてくるよりも少しはねハードルが下がるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、同じね順位を競う、道具を使ってね順位を競うモータースポーツが好きなら、お互いね引っ張って来られるんじゃないかなと。まあ、僕も昔はね4輪ばっかりで2輪っていうのはほとんどね見たことなかったんですけど、まあ、関口選手のねチーム2チャンネルというのをきっかけで、まあ、2輪見るようになってね、こうやって動画作ったりしてますけど、まあね、フォーミュラ日本が好きで観戦に来た人がね少しでもその2輪の方も面白いなっていうのが分かってくれるとねいいんですけどね。まあ、二輪のレースのいいところ、僕が言うとね的外れな感じになるかもしれませんけど、操ってる人が見えるっていうのがね一つ大きな魅力かなと思うんですよね。まあ、フォーミュラ日本も見えてますけどね、ただバイクの方がねその体をね全身使って操ってるっていう感じが出てすごくいいなと。それからまあなんといってもねバイクとね体を傾けてバンクしてるのを見ると非常にありがちな意見かもしれませんけども、よく倒れないなと、そういうのがねやっぱり最初見た時思いましたね。まあ、それだけ遠心力がすごいってことなんでしょうけどね。2008年ね初めて GP250 見た時、バイクも原付しか乗ったことなかったから 250cc って言われてもなんか原付の延長みたいな感じでいたんですよね。だからスピードもねそんなに出ないのかなと思っていたらね、まあ、そのギャップにやられたんですけどもね。オートポリスのスタンドの反対側で見てたんですけど、まあ 250cc であんなにスピード出るのかと感動したのね覚えてますね。まあ、感動というか驚きというか、まあ、昔からバイクって風になるとかねそういう表現されてますけど、あのサーキットのストレートで見た時は納得しましたね。ああこれは風になるって言うわと、そういう表現になるなというのがね納得しました。あの感動というのをね4輪しか見てなかった人にもね味わってほしいかなと思いますね。はい、レースの内容はというと ST600 クラスが2レース、この時はいつものタイム計測と違ってノックアウト予選が行われます。それからフォーミュラ日本の第3戦ですね。
16名が参戦ということですが、決勝レースは250キロ54ラップで争われます。予選はノックアウト予選ですね。それからサポートレースに2012年のロードスターカップ、これが開催されます。ということでレースはねこういう感じなんですけども、で他にもモトポリスではご当地馬コモンストリートというのがねあります。まあ屋台がね連なってるっていうだけですけど、でああいうとこで食べるね、まあ、いわゆる B 級グルメってやつはね美味しいですよね。でその中でまあラーメン屋さんとかもあったりするんですけども、まあ、ひた焼きそば、それからケバブ、あとはプリンとかもね売ってあるのかな。あと炭火焼きの、地鶏の焼き鳥ですね。なんかそういうのがねいろいろあるみたいです。でひた焼きそば、これちょっとね食べてほしいんですけどもね、まあ、僕はそのオートポリスでは食べたことないんで、食べてないものを人に勧めるのもどうかと思うんですけど、麺を両面ねしっかり焼くのがひた焼きそばっていう、まあ、僕の認識なんですけどもね、普通の焼きそばみたいなのはああいうのは五目そばと言えというふうに、ひた焼きそばの有名なとこソーフレンというね焼きそば屋さんがあるんですけども、その店の成り立ち、そういうパンフレットみたいなのがお店にあったんでね、焼きそば出てくる前に、ね、読んでたんですけども、そのまあ、僕が食べたねひた焼きそばのソーフレンというところは、まあ、美味しいのは美味しいんですけどもね、まあ、いろんなとこで書いてありますけども値段が高い、それに尽きるんですよね。やっぱり屋台の焼きそばとかをイメージすると、ね、数百円で食べられそうな気がしますけど、このひた焼きそばのソーフレン、まあ、特定の店舗の名前出して言っちゃいけないのかな、言っちゃいけないのかもしれませんけども、まあ、いろんなところでね、ソーフレンは値段の設定がちょっと高いというふうにね言われてまして、まあ、僕もねそれはちょっと感じるんですよね。焼きそばの定食みたいなので1000円とか、まあ、大都会のね東京とかならねそれくらいもう分かるんですけども、田舎の方でね1000円出して焼きそば食うってどうなのっていう感じなんでね、もう少しね安かったらしょっちゅうね食べに行きたいとは思うんですけど、僕もソーフレン一度しか行ったことないです、まあ、そういうことはいいですね。あとはケバブなんかもね美味しそうですね、食べてみたいですね。今どうなんでしょうね、街中ケバブ屋さんね、あの肉が縦になってるなど、時々タウン情報とかでねあったりするの見るんですけど、ああいうのはやっぱり若い人みたいなのが買いに行くようなイメージなんですけどもね。でケバブね僕美味しそうとは思うんですけど、まだ食べたことないんでね、こういうオートポリスのイベントごとだとね、おっさんでも関係なく食えるかなという感じで、ちょっとね今回食べてみたいなと思ってます。あとはベリー&ベリーのプリンというのがね書いてあるんですけども、これは南小国のお店ですかね、プレミアムプリンとか、多分ここローカル番組に時々出るような店じゃなかったかな、なんか見たことあるような気がします、プリンなんかね子供さんなんか連れていく方はいいかもしれませんね。あとはやっぱ炭火の焼き鳥ですね、炭火焼き、他の地域の方はどうか分かりませんけども、でこの地鶏にですね、こちら柚子胡椒をねちょっとねつけて食べるんですけど、この焼き鳥と柚子胡椒すごくね合います。まあ、これもねオートポリスでは食べてないんで、で柚子胡椒ねつけてくれるかどうか分かりませんけど、つけてくれないかもしれません。そしたら柚子胡椒ね、オートポリス来る途中にどっからかね買ってくるとかいうのも一つの手かもしれません。3号線沿いだったかな、道の駅の立花というところがあるんですけども、そこには柚子胡椒がありまして、普通柚子胡椒って緑っぽい色をしてますけど、この道の駅立花にはオレンジ色っぽい柚子胡椒があるというのをね前ちょっと、まあ、ローカルの情報番組で紹介されてるのを見ましたけど、それで、ね、こっちの特産品を買って来られるっていうのもいいかもしれませんね。まあ、時期が今の時期あるかどうかわからないんですけどね、さっきからね不確定な情報ばっかり喋ってますけど、まあ、グルメなんかも楽しめるということですね。それからサーキットクイーンコンテストもあるそうです。これは毎年この時期にやってるみたいですね。オートポリスのサーキットクイーン、新しいサーキットクイーンをこれで決めるんですかね。そして書いてあるのがゆるキャラ、全国1位のあのキャラのふわふわが来るよっていう風に書いてあります。あのキャラクターね、全国1位になったあのキャラクター、どうなんでしょうね、九州外でも人気があったということでいいんですかね、知名度も九州以外でもあるんですかね。去年まではねこのふわふわっていうのもマリオとかなんかピカチュウとかだった気がしますけども、今年はあのキャラのって、なんでねここでもったいぶってるのかちょっとわからないんですけども、まあもったいぶって書いてあるんで僕もここじゃあね名前言わないようにします。
それから今年も去年に引き続いて二輪部分の解説は柳川選手が来てくれるそうです。今回は ST600 クラスだけなんでね、 JSB1000 クラスの柳川選手は解説に回ってくれますということですね。それからもう一つ、サーキットトイランというねイベントをやってます。去年もやってました。去年はね全然調べてなくてどういうイベントなのかわからなかったんですけども、今年はちょっと調べてみました。サーキットトイランってね書いてありますけど、元はトイラン、トイ、このイントネーションもわかんないな、トイランですかね。トイランとはおもちゃなどを持って児童養護施設などを訪問するチャリティーツーリング、まあ、ツーリングのついでに、ついでじゃないな、これが目的か、おもちゃなどを持っていくツーリング、まあ、バイクがトナカイでライダーがサンタクロースみたいな、そんなイメージでいいのかなっていう思うんですけどね。でそういうね、施設なんかを回るツーリングのことをトイランというそうですね。でサーキットトイランということはどういうことか、普通はそうやってね施設に向かうのがトイランなんですけども、サーキットトイランなのでサーキットにそういうおもちゃとか文具とかを持ってくると、そういうねイベントだそうです。なのでおもちゃとかペンとかノートとかそういうのをねサーキットに持ってくれば、最終戦の終了後にまとめて東日本大震災津波維持支援として寄贈するというふうにね書いてありました。まあ、そういうおもちゃじゃなくてもどうなのかな、バットとグローブとかボールとかね、そういうのでもいいのかなと思いますけど、まあ、こういうねイベントサーキットトイランというのをやってます。でそこのホームページね見てみましたけども、原発被災地の子どもたちに折りたたみ傘やマスクを送ろうというふうにね書いてあって、こっちの九州ではねあんまりその原発の被害というのをなかなか実感できてないのが現実ですかね。まああんまり原発とかにねことに喋るとろくなことにならない感じがするんでこの辺でやめときますけど、まあ、現実としてそういう放射性物質が飛んでる地域があるということで、そのところね子どもたちマスクで防げるのなら防ぐに越したことはないでしょうからね、その健康被害があるとかないとかね、その話別にしてということで、このねサーキットトイランというのをオートポリスでもやりますということですね。はい、ということでオートポリス戦はこんな感じですかね。二輪と四輪が一度にね楽しめるイベントということになっています。まあ、チケットもね売り切れってことはないでしょうから、今からでもね間に合うと思います。ローソンチケットなんかも金曜日の23時59分までね売ってるはずです。まあお知り合いとかにねなんか暇で何もないんだけどっていう人には勧めてみたらいかがでしょうか。もうねレースやっぱあんまり面白くなかったっていう人でも、まあオートポリスならね阿蘇をぐるっと回ってドライブするだけでも楽しいですからね。山並みハイウェイなんかね、まあ、ドライブコースツーリングコースとして人気ですしね、まあ、阿蘇まで行ってみるとか草千里とかね行くとか、その帰りに、まあ、大分県側に行って温泉でもね入って帰るというね、そういうプランもできますし、オートポリスはね本当いい場所にあると思うんですよね。なんでまあ暇な人がいたら、皆さんねオートポリス進めてみたらどうでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ね3日間連続でアップしてみたんですけども、まあ元々ね一つの動画にするとちょっとね長すぎるかなと思って分割してみました。毎日編集してそれをアップするっていうのはやっぱり無理そうですね。今回は事前に3つ動画を用意してそれを1日1つアップするというね形にしたんですけど、どうも土日天気あんまり良くなさそうですね。まあ、でもオートポリスはね天気予報っていうのは、まあ、合ってないようなもんなんで、晴れマークがついてても、まあ、あんまり当てにはしてませんけども、まあ、とりあえずね雨具の用意はしていかなきゃいけないかなと、それから寒くないような格好もねとりあえず服ね上着を持っていこうかなと思ってます。土日にオートポリスにね行ってくるんで、その時また動画やらね静止画やらいっぱい撮ってこようと思うんで、それをまたねまとめてアップしておきます。はい、ということで土日はオートポリスに行ってきます。ここまでのお相手はナナシでした。